はい、燕市にありますですね、後楽園建物がですね、こういう雰囲気ですね。こんな感じです。ちょっとですね、まっすぐ歩いてちょっとホテルの方ですね、ちょっと向かってみたいと思います。どっちが正しいんだろうね、これ2880円とか1200円、こっち2900円になってますね。こちらですね、ちょっとこっちの方ですね。閉まってますね。残念。ちょっと入ろうと思ったんですけど、閉まってました。はい、残念ですけど。まあこんな感じです。ちょっとこっち側撮りますか、せっかくですからね。こんな感じですね。まあ、こっちはですね、一回私泊まったことありますけども、難しくですね。出てきました。あ、こっち。めちゃくちゃ熱い。あ、こっち。熱々ですよ、これめちゃくちゃ熱々。どうやってこれ取るのか、包んでありますね、ちゃんと。なんか外側が塗ってあるんですよね、この後楽園のトーストは。外側が塗ってあるんですよ、ハム。中がこんな感じですね。湯気がすげえ出てる。それぐらいあったかいってことですね。ちょっとあっちいけど、ちょっとこのまま素手でいただきます。ん、
まい。オーナーさんにですね、この場所で一人が映り込まないように撮ってくださいって言われたんで、今撮っております。ちょっと焦げ強いですけどね。あ、ロープサンドで半けていただきました。この渋いですね、高楽園さんで300いただきました。ありがとうございました。